531の正解は1番です。We hope to see a couple of shows during our stay in New York City. ニューヨーク市に滞在中に、数回ショーを見たい。531の解説です。A couple of X は、2つの X、2人の X、数個の X、数人の X、という意味です。During は、前置詞なので、直後の名詞句。Our stay私たちの滞在、と一緒に使えます。While は、接続詞なので、後ろには、SV 構造を伴います。532の正解は3番です。This telephone number is easy to remember. この電話番号は、覚えるのが簡単である。532の解説です。難易度、感情、価値判断を示す形容詞を、S、プラス、is、プラス、形容詞、プラス、to 不定詞、という形で使うと、to 不定詞は、形容詞の意味を限定する副詞的用法となります。文の主語である This telephone number が To remember の意味上の目的語となっているのが構造上の特徴の一つです。この構文で用いられる形容詞には Easy 以外に Tough Hard Impossible Dangerous Safe Expensive などがあります。一般にタフ構文と呼ばれます。533の正解は1番です。These cameras are designed for those who want to do more than just take snapshots. これらのカメラは、単にスナップ写真を撮る以上のことをしたい人たちのために設計されています。533の解説です。代名詞の Those は、主格の関係代名詞 Who が導く形容詞接を伴って、何々な人々という意味を表します。534の正解は2番です。Only when you pass the examination can you get a reward. 試験に受かって初めて、あなたは、ご褒美をもらうことができる。534の解説です。Only には、何々しかほにゃららない、という意味があるので、否定語に準じる意味を持ちます。否定語相当の Only が文等に来ているので文法規則による統治が起こった形を正解として選択する必要があります。Only when の意訳として、何々して初めてというものがよく使われます。535の正解は4番です。Did I ever tell you about an adventure I had in Africa a few years ago? 数年前にアフリカで私が経験した冒険について、これまでにあなたに話したことがありましたか ?535 の解説です。Tell X about Y の形で、X に Y について話すという意味になります。副詞の Ever は疑問文で使うと、これまでに一度でも、という意味になります。Ever は、頻度副詞の一種なので、答える際には、Never 一度もない、や、Once 一回、など頻度副詞を使って返します。
536の正解は2番です。Could humans live on indefinitely were it not for some age-related diseases? もし、いくつかの加齢に関係した病気がなければ、人間は永久に生き続けられるのでしょうか。536の解説です。加齢法過去の条件説の If it were not for some age-related diseases の If が省略されたために Were it not for some age-related diseases という形で統治が起こっています。何々がなければという不存在の仮定なので、1、3、4の否定表現を選ぶと、not と意味が重複してしまい不自然な意味の文になります。little は、そもそも量や程度しか修飾しません。疑問文や条件説内では、some は、any になるのが原則ですが、肯定の答えを相手に期待している場合には、そのような場合でも、some を使うことができます。条件説内で使うと、いくつかの、多少の、という意味になります。537の正解は4番です。Joe's brave action cost him his life. ジョーは、自らの勇敢な行動のせいで、命を失った。537の解説です。cost プラス、間接目的語、プラス、直接目的語、の形で、人に貴重なものを犠牲にさせる、という意味になります。538の正解は2番です。I haven't met either her brother or her sister. 私は彼女の兄にも彼女の姉にもどちらにも会っていない。538の解説です。Not プラス Either X or Y の形で Neither X nor Y と同じ意味となります。類例を示します。私は彼らを二人とも知らないわ。I don't know either of them.または I know neither of them という形で表します。539の正解は3番です。 To begin withI would like to thank you for your support. まず第一に、あなたの援助に対して、あなたに感謝いたします。539の解説です。To begin with は、独立不定詞で、まず第一に、そもそも、などの意味を持ちます。To start with も同じ意味で使えます。独立不定詞には、To be sure 確かに So to speak いわばTo tell the truth. 実を言うと、などがあります。540の正解は4番です。As you can see.Not only the chairs but also the large table was sold today. ご覧の通り、椅子だけではなく、大きな食卓も今日売れました。540の解説です。Not only X but also Y. X だけでなく Y もまた、という表現が主語となる場合には、文の動詞の数は、Y の部分に一致させます。したがって、単数の The large table が主語となります。単数名詞を受ける動詞の形は、丸4の、was sold のみとなります。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、
チャンネル登録をお願いします。